10年3月31日をもちまして大田原市中山中学校を閉校といたします。昭和22年佐久山町立佐久山中学校として佐久山中学校の存在を大きく示してくれました。思い出がたくさん詰まった佐久山中学校ともいよいよお別れをすることになりますが、それぞれ学ぶ場は変わってもここ佐久山で生まれ育ったプライドは決して忘れず、力強く一歩を踏み出していきましょう。この佐久山